さてここからはゲストと一緒にお送りしていきましょう。今夜のコムチャゲストは梶浦由紀さんです。コムチャッチャーごめんぎこちなかったよいや滑らかでした軟水のような屋久島の縄文水のようなもう軟水、すごい、体がクリーンになりました。ありがとうございます。なんと、はい、お一人でコムチャに出るのは初めてな。そうだったんだ。ようなんかね、思います。もう本当に長い間出ていただいているので、その四谷次第にかっていうなんかユニットの片割れとして一人で来たっていうことはあったのかもしれない。そうですね、それもコムチャボを見ていただけると2月末発売、よろしくお願いいたします。すいません宣伝でした。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今夜は3月に東京そして4月に大阪で行われる、はい、ユキ・カジウラライブボリューム8、はい、スプリング2012についていろいろ伺っていこうと思います。よろしくお願いします。やっぱり普段はそのいろいろ作り手としてはこうスタジオとかご自宅でのまあ制作作業が中心だと思われるんですけども、ライブってどんな存在ですか、梶浦さんにとって。ご褒美みたいなもんですね。好きなんですよ、すごく。やっぱり昔はバンドからデビューなので、やっぱりライブ活動が音楽の始まりみたいなところもありましたから。なるほどなるほど。好きなんですけど、一応その作曲家でいたいみたいなのがあって、はい、でそうするとやっぱり作曲活動を一応自分の中心にしておきたいんですよ、はい、でライブあんまりやっちゃうと、あ、ライブの方が楽しいからなるほど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 、そうなんですね。そっちに行き過ぎちゃうのも困るじゃないですか。だからこの作曲活動を頑張ってちゃんと曲を作って、そのご褒美的にライブを年に1回ぐらいやりたいなっていうのが理想の形かな。あ、じゃあ本能のままになるともっともっと早くしてライブライブみたいな。やっぱりこう目の前にお客さんがいらして一緒に音楽を分け合える場っていうのはやっぱすごく楽しいですよね。でもなんかあれですね、すごいホットなんですけどクールですね。なんかなんて言うんでしょう、今の話聞いてると、すごく面白いですね。ちゃんとこう自分もすごく客観的にご自分を見られてるような、なんかそのね、あんまりその普段私曲作ってると人前に立つことは少ないんですよ、使ってて。で、人前に立つってことはちょっと特別なことで、そうすると皆さんお客さんの前に立つときに堂々と自信持っていきたいじゃないですか、で、私は作曲家ですって言って人の前に立つわけですから、その時に最近あんまり曲作ってませんって言えない。そうするとこう堂々といけないじゃないですか。やっぱりそこで作曲してます、こういう曲最近作りました、これ聴いてくださいっていうことにしとかないとなんか堂々とできないんですよね。確かにオーディエンスも常にこう新鮮味とか刺激とかは絶えず求めてるでしょうし ね、 そうね、そう、だからこれだけ仕事してきたんでここで遊ばせてくださいみたいな感覚ですライブは。でもやっぱ貴重ですね、その空間というのは。そうですね、自分にとってもすごく貴重な空間ですね。まあいろいろご準備されてると思うんですけども、はい、大変なことってありますか。一番大変なことっていうかピアノの練習あれあれそれはお茶の子再生とかっていう。いや、まあ頑張ってますけど、あとはやっぱりライブアレンジにすると曲って変わっていくので、そのライブアレンジをする作業とかが、まあ一番楽しくって大変なところですかね。聴く見る方もそこが楽しみだったりしますよね。そうですね、その歌い手さんをすごくね前に何人も並べて歌っていただくっていう贅沢な形なんですよ、誰がコーラスになってみんなボーカルみたいなラブをするので、その歌い手さんにこう歌をどこ歌ってもらうとかね、割り振ったりとかコーラス増やしたりとか、そういう楽しい作業をやってます。なんかそこまでの期間が結構大事ですね。そうですね、表現としてね、やっぱりライブとはいえその場で作り上げたものではないので、やっぱり準備してですからね。そういう構造上のその構築みたいなのがすげえ大変そうです。そうですね、結構人数が多いので、やっぱり演奏者も歌う人も人数が多いので結構ちゃんと構築しとかないとプレイヤーさんも混乱しちゃいますよね。しかもこうチラシを見せていただくと、はい、フロントバンドメンバーです、ね、そうなんです。カジュアルライブみんな主役っていうコンセプトなので、バンドメンバーもみんな主役でフロントに。でも確かにそういう顔ぶれですもんね。すごい豪華なメンバーで、大好きなプレイヤーさんと大好きな歌い手さんに集まってもらっているので、多分私が一番楽しいんです。ああ、やっぱお祭りというところもあるんですね。お祭りですね、年に一度。そうやってちょっとこう楽しんでる梶浦さんを見れるのもまた私たちとしては嬉しいですよね。すごいニヤニヤしてる
ものすごいニヤニヤしてるっていつも言われて、もうライブの最初から最後までスタッフにもあのお客様にもめちゃくちゃ楽しそうって。あ、いや素敵じゃないですか。楽しいんですけど、一番ですよね。うん、なるほどな。リハーサルの方はもうなん、あのまだ始まってません。あ、これからってか、私のとあるレコーディングが終わってからって感じで。あ、とあるレコーディングが、はい、今は全くです、まだ、はい、じゃあ絶賛レコーディング中、絶賛レコーディング中で、それが終わり次第的な感じですね。でもいろいろプランニングみたいなものも、そうですね、まあ、あの今回いらしてくださるゲストさんがいらっしゃるので、はい、その人にこれ歌ってもらうとか、そういうことはもう頭の中駆け巡っちゃいますね。なんかまあライブ自体そのもの楽しいんでしょうけど、なんか個人的な楽しみみたいなのありますよ、毎回ライブやって。なんか梶浦さんだけがなんかこう楽しんでるみたいな。やっぱりプレイヤーさんがね、そのためにいろいろ仕掛けてくるんですよ。でそれをこうニヤニヤしながらで、リハを味わえるのはこっちだけだったりもするので、そのリハからこういう風に変わってったりするわけですよ、プレイヤーさんのプレイが。で本番こう来てからニヤニヤとかしながら弾いてるから、やっぱニヤニヤなんかニヤニヤしちゃうらしいですよね。楽しい楽しい、すごいプロですよ。リハも見てみたいですよね。リハね、みんなつまんなそうな顔して、あれあの結構そうじゃないですか、プレイヤーさんってやっぱりお客さんの前に出るとみんなも自然にニコニコしちゃうんですけど、後からそのメイキングの映像とかをね、はいはいはい、作ってる時にリハの映像とか見るとみんなプレイに集中してるから、すごいつまんなそうに見えるんですよ。あ、真剣ってこと。そう、あのめちゃくちゃ真剣にやってるとすごいつまんなそうに見えるのが面白いですよね。あ、なるほど、はい、つい集中しちゃいますからね、プレイングの方に。 で、ね、はい、でも歌姫さんは大変ですよね。歌詞があの私たちのライブって、はい、あの別に日本語禁止じゃないライブでも、はい、20曲中3曲か4曲ぐらいしか日本語の曲がないんですよ。だから歌い手さんは大変だと思いますね。ですよね。またそのいわゆるそう曲楽曲としてのレベルもそうですし、そうですね、難しい曲もまあ割とあるかもしれない。 でもそうでもない曲もあります。いやそれは竹浦さんだけがそう言えるんですよ、そんな。まあ今回は8回目になる、ね、そうなんです、もうあの8回目になってしまいました。楽しんでやってるうちに。どんなライブにしたいですか。まあ、楽しいのもそうかもしれませんが、あの割とね最近はそのリリース、はい、何かリリースしてライブってことが何度かあって、はい、去年はその私がソロアルバムを出した後のライブだったので、はい、そのアルバムの曲を中心にやったんですよ、はい、で今回はそのタイミング的に何か特別なリリースの直後とかいうことがないんですね、久しぶりに。あのシングルが出た後ってこともないので、はい、逆にあの雪かずらライブボリューム1は、はい、それまでの雪かずら曲の、まあ、ベスト版のライブみたいな感じになったんですけど、もう一回そういうことやろうかって言って。ああ、そうなんです、ね、なんかリリース後のってやっぱどうしてもそのリリースしたものに偏るじゃないですか、選曲が。でそうじゃなくて今回は割とそのまあ人気曲じゃないけど、はい、定番でこれだけは外したくないねっていう曲を最近外しがちだったのをまたもう一回ちゃんとやるライブっていう風にはしたい、久しぶりのベスト版ライブというか、結構キャッチーな感じ。そうですね、そういうところに戻ろうかって、ま、メンバーもすごいですしね。そうですね、はい、ゲストの方もそうですし、一時言うと時間かかるので全員言いませんとても多くの方に、ね、まあ、ゲストさんはトマルさんっていうね、あの今まで今回初に参加していただくボーカルの方がいらっしゃったりして、はい、あの今までいろんな曲を歌っていただいてたんですけど、ライブでは違う人が歌ってたんですけど、今回はご本人に歌ってもらおうかとか。楽しみです。そういう、はい、また梶浦さんがそのライブでいる場所って本当特別な場所だと思うので、うんうんうん、またそこから見るお客さんの顔とかパフォーマーの皆さんの姿みたいなの本当に、いや大好きですね、やっぱり、ね、あのライブのステージに立ってお客様の顔を見る時の瞬間がすごい好きで、だってそこにみんなね忙しい人たちがちゃんとチケット買って交通費払って自分の貴重な時間を使ってわざわざ自分たちの音楽を聴きに来てくれるなんて奇跡ですよ。いやもう本当そう思いますね。なんかそのねいつも思いにとらわれるんですよ、ステージが初めの明かりだと思うと結構泣きそうになります、始まる感じ。あ、もう冒頭からクライマックスみたいな、結構頭からも気分的にはクライマックス、クライマックスみたいな、嬉しいですね。モチベーションにも直結しますしね、うん、そうですね、やっぱ頑張ってこれからも曲作ろうっていうすごいエネルギーもらえますね、うん、そのために。これ楽しみなんですが、はい、あのそんな皆さんがですね多分いろいろ梶浦さんに相談したいことがまあ曲も聞きたいんですけども、はい、相談したいことがあるんじゃないかななんてことで、今夜はですね、はい、梶浦さんに聞いてみたい人生相談を。すごいドキドキしますね。ここじゃ初やったこと
ことないです。すごい。どんな相談来るんだろう。やっぱり梶原さん、事前もプロデュースしていただこうかなって。そっか、いいな。そんなに重くかけてください。梶原さん、目が真面目なんで。コムチャネームボロさんからいただきました。女性の方でございます。櫻井さん、井口さん、梶原さん、コムチャッチャー。コムチャッチャー。この3年間、2人でご飯を食べに行ったり、旅行に行くような間柄の人がいます。ただそこから進展はなく、このままでいいのかなと思うようになりました、うん、そこで来月その人とご飯を食べに行くときに、うん、私からアクションを起こしてみようと思っています、うん、どのようにアプローチすればいいのか。無事この問題が解決したら、その人と2人で梶浦さんのライブに行きたいです。なんとガチのすごい、こいつの乙女だ。お昼の乙女だ。これどうしますね。いやでもそういうのは分かりやすい方がいいじゃないですかね。あ、うん、と言いますと、でっていうことはさ、この方はその相手の方が好きなんですよね。そういうことですね。だからその先に行きたいっていうことですよね。いやもう、うん、すっごいつまらない回答ではあるんですけど、素直に告るしかないですね。まあやっぱり言葉態度で、あの人間伝わんな、言わなきゃ絶対伝わんないですから、その思わせぶりなこととかしても無駄ですよ、うん、なんかこう外堀とか、うん、なんか向こうから行ってもらおうみたいなことよりはもうズボンと、ともかく伝えるのが一番分かりやすいやり方で伝えるっていうのが近道じゃないかと思うんですけど。3年間も2人でご飯食べたら旅行に行くような間から、旅行に2人きりで行くっていうのがもう、まあ、本来は男性の方から来てほしいなって思うかもしれないですけども、うんうん、やっぱりここはあのボロさんから、まあ、ボロが出ないようにうまい具合にね。ああなるほど、うん、ちょっと違ったな今俺、反省してます。でもどうやって言ったらいいんですかね。よ、呼び出して、ストレート、もうストレートに、あの今までなんでそっちから何も言わなかったのって言ってもいいじゃないですか。ああなるほど、私好きなんだけど普通そっちから言ってこないってこと。いやいいですね。嘘ですけどね。いいですね。嘘なんですか。好きって言った方がいいですよね。好きっていうちゃんと言った方がいいですよ。そうですよね、うん、その言葉はもうやっぱり嬉しいから言われる。そうですよね、言われたら絶対嬉しい言葉、うん、実はってなるんだよ。いやー、小細工は不要です。小細工は梶浦さんに言われると思う。自分がちっちゃく見えています。では続きましてこちら、はい、広島県にお住まいのコムチャネームバロム2さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。部長ゆかち、梶浦さん、コムチャッチャー。梶浦さんは自宅で手作りの果実酒を作るほどお酒好きということですが、僕は酔っ払うと性格が変わってしまう人が苦手で、飲み会でも楽しく飲めない時があります。酔っ払いとうまく付き合うにはどうすればよいでしょうか。ということは、あの飲まれないんですね、きっとね。いうことですね。それは酔っ払いとうまく付き合うのはとても難しいです。ちょっとあの眼蓄が半端ないんですけど。ちなみに梶浦さんはお酒を飲まれると、はい、私あんまり実は飲まないんです。家飲みを しないので、人と一緒の時しか飲まないので、あの記憶が飛ぶらしいんで、らしい、すごい、あのめちゃくちゃ喋るようになるらしいんです。まあもともと喋るんですけど、で、あの人に言わせるとですよ、はい、人に言わせるといいこと言い始めるともう酔ってるらしくて、でその相手がすごい、そうだよねそうだよねって意気投合して、はい、すごくいい話をしたと思って、はい、次の日になると覚えていないっていう、はい、最悪の状況らしくて、あんなに盛り上がったのに、あんな盛り上がったのに本当覚えてないのって言われて、あの何度か流れたことがあって全くこれっぽっちも覚えてない感じですか。なんかあの途中まで覚えてるんですけど、3次会の、まずお店に行ったこと自体がもう覚えてなかったんですけど。3次会結構深いですね。だいたいその、そこまで行くとも相当深くもそうですね、もうバー的なとこですよね、薄暗い。そうですね。もう2次会の場所までしか覚えてなかったりするので、危険ですね。ああ、どうやって帰ったんだっけみたいな感じ。全然、帰ったところあたりはもうさすがに覚えてるんですけど、その間の中抜けですね。中抜け、なるほど、なるほど。中抜けって感じ。いや、もうまあ、習うより慣れるか、もう飲んじゃうかですよね、もうやっぱり。自分も付き合って。ある程度、でも多分一番うまく付き合う方法は、うん、ある程度多めに見てやるっていうことじゃないですか。そう、酔っ払いを。はい。酔っ払いなんだし。酔っ払い、はい、案外覚えてないからみたいな、なんかそんな感じですか。なるほどな。じゃあどんどん行きましょう、これ、はい、もっくんからいただきました。ありがとうございます。件名が僕の道を照らして。あ、すごい、なんかやめますかこれ。重い。酒井生活、梶浦さん、コムチャッチャ、コムチャッチャ。今年新たな環境に身を投じるのですが、はい、去年1年は新たな出会いがなく、友達の作り方がよくわからなくなってしまいました、うんうん、どのように友達を作ればよろしいでしょうか、助けてください。
友達欲しいんですかね。うん、多分そういうことなんでしょうね。で、なんとかまあ頑張っていったんだけどうまくいかないみたいな。うん。友達になってくださいって正直に。やっぱりさっきの好きパターンですよね。でも友達別にあの、うん、いないから必要ってことはないと思うんですけど、ね。俺も全く同じ意見です、うん。別にいなくてもいい人もいると思うんですよ。その友達はいなきゃいけないという固定概念から捨てた方がいいんじゃないですか。なるほど。なんか、いいですね。一曲できてるな。いろんな言葉に胸が掴まれている。いや、でも本当おっしゃる通りだと僕も思いますね。うん、本当に欲しいんであれば、うん、なんかできると思うんですけどね。その自分から本当に絶対必要ならどっか行くじゃないですか。そうですね。そうですね、うんうん。トイレ行きたかったら行くみたいなことですよね。あ、ゆかさん、極端ですけど、好きです。そういうことですね。それぐらいな方がいいと思います。うんうんうん、まあ、本人はすごく真剣なのかもしれないけど、やっぱ飛び込む。本当に惜しいんだったら自分から飛び込むという覚悟であったりとか、うんうん、その言葉にするっていう、うんうんうん、分かりやすい自己表現が必要、アピールが必要かもですね。はい。なるほど。では続きまして、はい、こんなご相談もございますよ。山口県にお住まいの桜が咲いたよさんからいただきました。はい、ありがとうございます。もうちょいだね。梶浦さんに相談です。はい。自分の爪をうまく切ることができません。なんだそれコツを教えてください。なんかいい爪切り買うとか。そもそもうまく切るっていうのは、どういうこと？カズミしちゃうとかってこと？ああ、切りすぎちゃう。そうなんですか？なんかほら、今こう、あの、便利グッズとかで、綺麗に切れる爪切りとかありそうじゃないですか。ああ、そう、ちょっとこう、斜めになってるやつ。こう。ああ、うん。た、なんていうのこう、斜めになってるやつ。そうなんだ。ハンズいけ、ハンズ。あとは、やすったらいいんじゃないですか、ね。やすったらいい。やするっていうんですね。やすった。やすりで削るってことですよね。それ、やするって。あとはもうネイルサロン行くとかね。ああ。お手入れしてもらう。そうですね。男性も今行ってる方、ね、いらっしゃいますよね。いらっしゃいますよ。つやつやの人いますもん。つやな。楽器やってる人とか多いですからね。爪痛むから。ああ、うん。なるほど。結構男性はみんな楽器やってる人は割と多いですよ。爪のところまでちゃんと手入れを。大事ですもんね。かっこいいですね。やっぱりそのいいプレイできないみたいななんか。ああ、なるほど。ジェルすると爪が丈夫になりますから。それで、そうなんですね、楽器弾く人は、そのためにジェルしてる人結構います。はあ、うん、知らなかったです。かっこいい。じゃあ、まあ、あの、やってもらうか、うん、いい爪切り。買うか、どちらかですね。いやー、面白いですけども、うん、ゆかさん。はい。これはいいタイミングですよ。梶浦さんに、相談したいこととかないの？え、どうしよう。本当にしょ。じゃあね、俺あるから、その間考えてて。ケイコさんの、当たりが強いんですけど、はいどうしたらいいですか？え、当たりが強いってどんなに強いんですか？なんかこう、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね。意地悪をされるような感覚に僕がなるんですよね。それはあの、すごく心を許してる証じゃないですか？ほら、はい、本当ですか？はい、多分ですけど。メイビー、メイビーですか？メイビーですね。まあ、なんとなくちょっとこう、まあ、ゲストに来ていただいたりとか、はい、あの、お仕事で会う機会もあるんで、はい、まあ、話したりとかするじゃないですか。はい、で、あ、ちょっと距離縮まったかなーなんていうふうにも思っているんですけども、はい、ある時から、ちょっとアタックが強くなる。あれっていう。あの、きっと、あの、あくまで想像にしか過ぎませんけど、多分、心を許している甘えから来るのではないかと。結構。おー、それ近すぎる。それは距離が近すぎる。違う。間違った距離だし。縮めすぎました、今。あ、でもなんかスッとしました。やっぱ、梶浦さんすごいな。行ってみただけだけど。いや、どうも。いっぱい聞きたいことはあるんですけど、はい、あの、私、将来の目標が、凛とした女性に、なるというところで、テーマなんです、はい、人生のテーマなんですけれども、はい、そうやってこう梶浦さんみたいにこうちょっと客観的に自分を見たりとか、そういうのってどんな訓練をしたらそんな大人の女性になれるんですか？全く見られないんです。もう全然凛としてらっしゃるんじゃないですか？聞いたか。今精一杯です。いや本当に頑張ってる。本当に全然なんもうそんな人全然ないように感じますけど、すごく大人の方だと思いますけど、ね。いや割と抜かりますよ。ちょっと抜かれて、抜かれて、その通りの言葉だな。私も抜かるんで、あんまりその辺はアドバイスできないです。でもなんかすごくこう、相談とか受けそう、うん、されちゃいそうなイメージですけどね、梶浦さんって。そうでもないですけど、私の周りってあんまり人に相談する人がそもそもいないんですよ。かっこいい。あんまなんか。だからあんまりお互いに相談しないですね。あ、そういう風な関係性はそんなには。うん、そうですね。まあ、されることもありますけど、うんうん、でもなんか、なんていうか、もう、結論決めてされてるから。ああ、うん。もう分かるじゃないですか、そういうの。超分かりやすい、それ。ああ、もう分か、もうこうしようって決めてるんでしょみたいな。背中はトンって。押してほしい。ちょっとトントンって押してあげるだけで終わっちゃうみたいな。そういう、そういう人間が結構多いので。なるほど。うん、
なるほどなるほど。あ、でもそれってやっぱこう信頼関係があったりとか、そうですね、うん、そういうものができているからこそなんですね。またそうやって梶原さんみたいな方の背中を見てると自然とそういう気持ちになるのかもしれないですね。なんか背筋は伸びる感はやはりあると思いますよ。それはそれは絶対そうだと思いますし。そうですかね、はい、猫背なんであんまりいいボケじゃないですか。でもだからこそおそらくライブでも素晴らしいパフォーマンスが生まれるのではないかなと僕は思います、うん、そうです。まあでも本当に素敵なプレイヤーさんばっかりが集まってくれるんでね、はい、あのいいライブです多分。はい、皆さんも楽しみにしていてくださいませ、はい、というわけでそろそろお時間となってしまいます。はい、お別れ前にお知らせ関係をよろしくお願いいたします。お知らせ関係、はい、あのライブのお知らせ、なんか僕読みましょうかね。僕読みます。はい、3月の16日の金曜日と、はい、17日の土曜日があの渋谷公会堂で、はい、4月の8日は大阪ナンバー8で、はい、ゆきかじゅーらライブボリューム8スプリング2012を行いますので、はい、言えた。よろしければぜひ。綺麗でした。はい、遊びにいらしてください。皆さんも楽しみにしていてくださいませ。はい、ただいま東京公演のチケット、番組特別先行予約を受付中です。先行予約電話番号は？はい、0570-024460。0570-024460。なお、予約枚数はおよそ、およそおよそじゃないよ。確実な数字ですよ、これ。ゆうかさん、早くリントしてくださいね。本当にお願いしますね。抜かった。予約枚数は、お一人様3枚までとさせていただきます。はい、お一人様3枚でございます。受付は明日の朝10時までです。はい、予定枚数に達し次第終了となりますので、ご了承ください。はい、素晴らしいパフォーマンス。あと、梶浦さんの笑顔を見に皆様、行ってくださいませ。というわけで最後はこの曲をお聴きしながらお別れです。曲紹介よろしくお願いします。フィクションジャンクションでストーンコールド。今夜のコムチャゲストは梶浦由紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。